ブルーノ・ラトゥール、ブルーノ・ラトゥールはフランスの哲学者、人類学者、社会学者。専門は科学者会学、科学人類学に代表される独自の科学者会学の構想によって知られる。パリ国立高等工業学校での教授経験を経て2006年からパリ政治学院教授。翌2007年から同学院の副学長を務める。なお、その名前は 英語圏では、ブルーノと発音されるが、本来は、ブリノラトゥールである。1947年、フランスコート、イコールドール圏のボーヌに生まれる。ミシェルセールの影響を受けて、哲学のアグレジェとなった後、人類学に興味を持ち、コートジボワールでフィールドワークを行う。その後、民族史的記述を応用して実験室内の、 科学者について記述する科学者解学的実践に取り組み、1979年、スティーブ・ウルガートの教著、実験室の生活、科学的事実の社会的構成を発表。科学者解学において、当初社会構成主義の立場に立っていたが、1980年後半頃から、アクターネットアーク理論、人と物を同意のアクター、悪ンと位置づけ、 その相互関係によって事象を説明しようとする社会科学理論へ移行、ミシェル・カロンやジョン・ローなどと共に理論的宣伝に取り組んでいる。ラトゥールの社会学の中心に位置するのは主体客体という近代的に分法からの脱却という問いである社会、自然等の二分法も同様。ラトゥールはこの問いに対して プレモダンに回帰するのでもポストモダンに回避するのでもなく人間比人間によるアクターネットワーク理論というノンモダンの決着を提案するこのアイデアはミシェルセールの純主体純客体概念からヒントを得ているラトゥールの主張するところ近代としてくくられている時代は実は常実の二分法に回収されないハイブリッドがひたすら算出されてきたのだが 近代という概念装置によって、それらは、復くされてきた、よって、我々は、モダンであったことなどないとなる。この構図を検証し直し、新たな可能性を開こうというのが、ラトゥールの論の願目である。これに対して、従来の科学者会学が与えてきた説明は、集合体的な存在から科学の処分野を摘出する、ことによって得られた。 社会という無用な概念の人為的な起源についての説明であり、単に科学の専門的な説明と社会的要因を結びつけるだけで、お互いに無関係な文脈が併記されているに過ぎないと、論断する。そのため、ラトゥールは社会という概念を説明記述から捨て去るとによってこの事態を解決しようとする。こうした発想は、経験的な中平から、 主体の脱中心化に取り組むジョン・アリア、スコット・ラッシュらの社会学に極めて強い影響を与えており、科学社会学のみならず社会学の方法論全般の最新を迫るものとなっている。ラトゥールは、経済と物理における特権性に関する自身のフィクションについて、科学的記述は比喩でないと引誘でないことを強調しているが、ソーカルはその著書、知の疑惑。 パスツール、ゲール・エペイ・デ・マイケロブス、スウィービ・デ・イリダクションス、パリ、LA ・デイクベト。英訳、ザ・パスチャーゼーション・オブ・フランス、ハーバード・ユニバーシティ・プレス、ケンブリッジ・マス、USA、1988、普通訳、LA ・サイエンス・エン・アクション、パリ、LA ・デイクベト、1989、法訳、川崎勝・勝高田のリヨ科学が作られているとき、 人類学的考察産業図書線九百九十九年英訳 be have never been modern ハーバードユニバーシティプレスケンブリッジマス USA 千九百九十三翻訳河村久美子訳虚構の近代科学人類学は警告する新評論二千八年英訳エラミスオアザラブオブテクノロジーハーバードユニバーシティプレスケンブリッジマス USA, 1996, 仏訳、L, Espoir de p a n d ポアウネバージョンリーリステデールアクティバイトスヤンティフィックパリ LA でイクベト2001。砲役川崎マサル平川秀幸訳、科学論の実在パンドラの希望産業都市2007年英訳ザ・メイキング・オブ・ロー、アム・エスノグラフィオブ・ザ・コンセイ・ユデタ、ポリティ・プレス、2010。 法訳、堀口真嗣訳、法が作られているとき、近代行政裁判の人類学的考察推薦者2017年、仏訳チェンジャーでソーシティ、ロフェアデル・エ a ソシャロッチ、パリ、LA でイクベト、2006、英訳オンザ・モダン・カルト・オブ・ザ・ファクティッシュ・コズ・デュック・ユニバーシティ・プレス、2010。法訳、荒金・直人訳、近代の物心事実崇拝について、並びに、 製造衝突異分者2017年、英訳アンインクワイアリーイントゥモーズ、オブイグジステンス、ハーバード・ユニバーシティ・プレス、2013、英訳フェーシング・ガイア、エイト・レキチャース、オン・ザ・ニュー・クライマティック・レジーム、ポリティ・プレス、2017。教著、筆訳、LA、バイデラ・ボーラ・トワー、LA ・プロダクション・デフェス・スイアンティ・フィック、アベック・スタイブ・ルマー、TR、ミヒエル・バイズンスキー、 LA レイクベト、1988。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。